サマリウム、サマリウムは原子番号62の元素。元素記号は SM、軌道類元素の一つ、ランタノイドにも属す。単体は開白色の柔らかい金属であり、空気中では徐々に酸化されて表面に酸化被膜を形成す。標準状態における安定構造は味方象形。軌道類元素の中では珍しくプラス2かの酸化状態をとる。 最も安定な酸化物は相撲であり、常温で、常時性を示す。ハロゲンや酵素、酸素属元素、窒素属元素などと化合物を形成し、多くの金属元素と合金を形成する。天然に存在するサマリウムは4つの安定同位体、及び3つの放射性同位体からなり、128、ベックレル、G の放射能を有する。 1879年にポール・ボア・ボードランによってサマルスキー医師から発見され、鉱物名にちなんでサマリウムと名付けられた。サマルスキー医師の鉱物名は、鉱物の発見者であるワシーリー・サマルスキー・ビホベッツに由来しており、サマリウムは人名が元素名の由来となった初めての元素である。他のケーランタノイドと共にも名ずいし、 モナザイトに含まれ、地殻中における存在度は40番目。主に、サマリウムコバルト磁石や触媒、化学試薬として利用され、放射性同位体は放射性薬品などにも利用される。サマリウムは人体内における生物学的な役割を持たないが、妖怪性のサマリウム塩類はわずかに毒性を示す。開白色の柔らかい金属であり、比重は7.52。 有点は1072、沸点は1794。サマリウムの沸点は、軌道類元素の中でもイッテルビウム、ユーロピウムに次いで低いため、軌道類鉱石からのサマリウムの単理を容易なものとしている。常温、常圧の安定構造は、味方小形、六回対象を持った三肩配列の層が、悪首しぼ部のスタッキングで9層ずつ繰り返す構造であり、これは、 アルファ型と呼ばれる。731以上に加熱すると6、型細密充填、HCP となるが、この定位温度は、金属の純度に依存する。さらに922まで加熱すると、耐震立方構造、BCC に転移する。40ケイバーに加圧した状態で300まで加熱すると26方細密充填、DHCP となる。また、 数百から数千ケイバーに加圧していくことで一連の相変化を示し、特におよそ900ケイバーにおいて、まさかと明ら系の層が現れる。700から400まで急激に冷却する焼き戻しを行うことによって圧力を加えることなく二6六方細密充填の層を生じさせることができる。また、蒸着によって得られるサマリウムの薄膜は周囲の状態によって 六方細密充填もしくは二十六方細密充填の層を含んでいる可能性がある。サマリウム及びその正式酸化物、三十二酸化物、スモは常温で常時性を示す。それらに対応する有効磁気モーメントは、ランタン、ルテチウム及びそれらの酸化物に次いで、気取ル中3番に低く、某は事故は 2B 以下である。 14.8K 以下に冷却されると反強磁性に転移する。個々のサマリウム原子はフラーレンを用いることで管理することができる。サマリウム原子はまたフラーレンにドープすることもでき、そのようなサマリウムをドープされたフラーレンは 8K 以下の温度で超伝導性を示す。高温超伝導物質である鉄系超伝導物質。 スフィースフにサマリウムをドープさせることで、超電導転移温度を 56K まで高めることができ、これは報告のなされた2008年11月時点では、鉄系超電動物質ので、最も転移温度の高い物質であった。サマリウムの金属表面は、銀色の光沢を持つが、空気中においては、室温で徐々に酸化され、150で自然発火する。特に白夜、 粉末状の金属サマリウムは空気中の酸素や湿気によって反応しやすいため、不活性ガス雰囲気下で保存する必要がある。サマリウムは電気的に陽性であり、冷水とは徐々に温水となら直ちに反応して水酸化物を形成する。サマリウムは気流酸に容易に溶解して黄色から薄緑色をした SM イオンとなり、それは SM OH 錯体として存在している。サマリウムは、軌道類元素の中では珍しくプラス2価の酸化状態をとり、SM イオンは溶液中で、赤血色を示す。安定なのは 4F の電子配置をとるプラス3価である。ためプラス2価の 4SM は極めて酸化されやすく、水溶液中においては水を還元して、水素を発生しプラス酸価の 4SM へと、酸化される。 その標準酸化還元電位は以下のように見積もられている。一部の軌道類元素の化合物は4 f 不軌道に入っている電子数の揺らぎによって原子化陽動、ベイランスフラドシューション、混合原子化化合物も参照を起こすが、サマリウム化合物においても原子化陽動が見られる。特に SMB は最も古くから知られる原子化陽動化合物である。 天然に存在するサマリウムは4つの安定同位体、および3つが放射性同位体からなり、128ベックレル G の放射能を有する。SM、SM、SM および SM の4つがその安定同位体であり、3つの放射性同位体の半減期は、それぞれ SM、半減期イコール1.060年、SM、70年、SM、20年と非常に長い。 天然存在比の最も大きな同位体は26.75%を占める SM である。SM は様々な資料で安定同位体であるとも放射性同位体であるともされる。超寿命な放射性同位体である SM、SM 及び SM は主にアルファ崩壊によってネオジムの同位体に崩壊する。それらよりも軽い放射性同位体は主に電子捕獲によって プロミチウムの同位体に崩し、より重いものは、ベータ崩壊によって、ユーロピウムの同位体に崩壊する。SM は1.0610年の半減期で、アルファ崩壊し ND となり、放射年代測定法の一つであるとして利用される。SM 及び SM の半減期は、それぞれ90年及び340日である。残りの放射性同位体の半減期はいずれも2日未満で、あり。 それらの大部分は48秒未満である。サマリウムはまた5つの核異生体を持ち、最も安定な SM で半減期22.6分、ついで SM が66秒、SM が10.7秒である。サマリウムの最も安定な酸化物は、セスキ酸化物であるスモウであり、スモウには複数の結晶系のものが存在している。 味方小形のものは溶融させたものを除霊することによって得られる。相撲の融点は2365と高いため、直接的な加熱ではなく、高周波コイルによる誘導加熱によって溶融される。相撲の単車症の結晶は、火炎溶融法、ベルヌーイ法によって結晶成長させることができ、粉末の相撲から直径1センチメートル。 最大長さ数センチメートルのブールが得られる。ブールは純粋で、甲子血管などが含まれていなければ透明であるが、そうでなければオレンジ色を呈する。純安定な酸化多症の相撲を1900まで加熱すると、より安定な単車症に転移する。立方症の相撲も、また研究されている。サマリウムは一酸化物相撲を形成する数少ない、ランタノイドの一つである。 この黄金の光沢を持つ化合物は、スモを金属サマリウムを用いて1000、50ケイバー以上の条件下で還元させることによって得られ圧力が低いと反応は不完全に終わる。スモは立方症の塩化ナトリウム型構造をとる。サマリウムは、イオウ、セレン、テルルと反応し、それぞれ酸化の硫化物、セレン化物、テルル化物を形成する。 2価の SMS、スムーズ、スマットも知られており、それらはスムーと同様に立法省の塩化ナトリウム型構造をとる。これらのカルコゲナイドは室温において圧力を加えることで半導体から金属に変化する性質を有している。スムーズ及びスマットは20、30ケイバーほどの圧力で連続的に変化するが、SMS はわずか6.5ケイバーの圧力で急激に変化する。 SMS の結晶やフィルムが引っかかれたり、磨かれたりした時に、この物性の変化は、黒色から明るい黄色という劇的な色の変化を引き起こす。この物性変化によって結晶系は変化しないが、結晶の溶石は15%も激減する。圧力から解放されると、SMS は0 4 k バーという非常に低い圧力で半導体に戻り、ヒステリシスを示す。 金属サマリウムは、すべてのハロゲンと反応して酸ハロゲン化物を与える。これらの酸ハロゲン化け物は、金属サマリウムもしくは金属リチウム、金属ナトリウムとともに七百から九百の高温に、することによって、さらに還元され、2ハロゲン化物を生じる。二用化け物は酸用化物を加熱するか、室温において、無水テトラヒドロフランを溶媒として、金属サマリウムと一 二オードエタンを反応させることによって燃えることができる。三ハロゲン化物の還元によって生成されるのは二、ハロゲン化物に加え、SMF、SMF、SMF、SMBR、SMBR 及び SMBR のような明瞭な結晶構造を有する多数の不定比ハロゲン化物も生成される。カキサマリウム化合物の一覧の表にあるように、 サマリウムのハロゲン化け物は、ハロゲン元素の種類によって、その結晶形が変わるという、大部分の元素では見られないような珍しい挙動を示す。ハロゲン化サマリウムの多くは一つの化合物に二つの主要な結晶症があり、一方は安定症でもう一方は純安定症である。純安定症は急冷後に加圧もしくは加熱することによって形成される。例えば、単車症。 安定症の8日、サマリウム E を加圧し、圧力を解放することで、塩化鉛型結晶構造を有する、射方症の8日、サマリウム E、密度 5.90gcm が得られ、類似の方法により8日、サマリウム E の新たな結晶症、密度 5.90gcm も得られる。酸化サマリウム及び、酵素の粉末を、 真空下で焼結させることによっていくつかの層の放火サマリウムを含んだ粉末が得られ、サマリウムと放素の混合比を調整することで任意の素性のものが得れる。この粉末はアーク溶融もしくはゾーンメルト法によって特定の放火サマリウムの大きな結晶とすることができ、溶融、結晶化温度を変えることで、それぞれ SMB2580SMB およそ2300および SMB2150 が形成される。これらの放火サマリウムはすべて硬く脆い暗灰色の個体であり、含まれる酵素の割合が高くなるほど硬さが増す。二放火サマリウムはこれらの方法で製造するには、揮発性すぎるため、安定して結晶成長させるためには、高圧およそ 65K バーかつ低温。 1140から1240な条件が必要となる。これよりも高温になると SMB が優先されて形成する。6硬化サマリウムは SM と SM のサマリウムイオンが3、7の割合で存在する典型的な中間原子化化合物である。それは典型的な混同絶縁体、混同硬化参照に属しており、50K を超える高温では混同金属に 特有の強い電子散乱による金属的な電気伝導度を示すのに対し、低温ではおよそ4から14メブという狭いバンドギャップの非磁性、絶縁体として振る舞う。六方化サマリウムの冷却によって引き起こされる金属絶縁体転移には、熱伝導率の急激な増加が伴い、それはおよそ15系で最大値を示す。この原因は、低温領域における熱伝導は、 電子が熱の伝導に貢献しないため炎のみが熱伝導の要因となり、炎は電子による散乱を受けると熱伝導に寄与できなくなるため熱伝導率が低カるが、混同効果によって金属から絶縁体へと転移することで電子密度が急激に減少するため電子に炎が散乱される割合もそれに伴って急激に減少するため、それまで電子による散乱を受けて熱伝導に 寄与できなかったフォノンが熱伝導に寄与できるようになるためである。新しい研究ではトポロジカル絶縁体となるかもしれないことが示されている。炭化サマリウムはグラファイトと金属サマリウムを混合し不活性雰囲気化で溶融させることによって得られる。空気中で不安定な物質であるため研究もまた不活性雰囲気化で行われる。化サマリウム SMP は シリコンと同程度のバンドギャップ1.10イブを示す半導体であり N 型半導体として高い電気伝導度を示す。それはリンと金属サマリウムの混合粉末を石英アンプル中に真空空間し1100で焼きなますことによって合成される。リンは高温では非常に気発性であり爆発の危険があるため加熱時の消音ペースは1分間に1以下に 保たなければならない。ヒカ、サマリウムスマスも、類似の方法で合成されるが、合成温度は1800以上である。サマリウムの他の二元化合物としては、ケイソ、ゲルマニウム、スズ、ナマリ、アンチモン、ケルルといった第14属元素、第15属元素、第16属元素との化合物が知られており、また多くのグループの元素との間で合金を作る。 それらはすべて金属サマリウム及び対応する元素の粉末を混合し、焼きなますことによって得ることができる。そうやって得られた化合物の多くは不定比化合物であり、SMXBA は0.5から3の間を変化するという名目上の蘇生比を持つ。サマリウムはシクロペンタジエニド SMCH 及びその塩化物誘導体、SM。 CHCL を形成する。それらは塩化サマリウム EE をシクロペンタジエニルナトリウムとともにテトラヒドロフラン中で変えさせることによって得られる。SMCH は他の大部分のランタノイド元素のシクロペンタジエニル作体とは異なり、一部の CH が隣接する、もう一方のサマリウム原子の方へ、頂点や辺のみで結合し波と数、イータもしくは イータの配位をすることで加供し、それによって、ポリマーサを形成する。塩化物誘導体は二両体を形成し、より正確には、イータ CH、SM、CL、イータ CH と表される。それらの塩素強は、例えば、要素や水素、窒素、もしくはシアン化物イオンなどによって置換される。シクロペンタジエニドサマリウム中の CH イオンは、インデニド。 ch もしくはシクロオクタテトラニ度 ch 間と置換されて sm, ch もしくは k sm, イータ ch を形成する。これらの化合物は裏の線と類似した構造を有する。また、およそ85で消化する2価のシクロペンタジエ2度 sm, ch も存在する。フェロセントは正反対に sm, CH 中の CH リングは平行でなく45、傾いている。サマリウムのアルカン及びアリール化合物は、テトラヒドロフラミアエーテル中で、メタセス反応によって得ることができる。ここで剣 R、剣は炭化水素元、剣 Me、剣はメチル元を表す。ロシアのウラル山脈南部に位置する、入り目に山脈の目安で、 ワシーリー・サマルスキーイコール・ビホベッツが新鉱物を発見し、ロシアの鉱山技術部隊のチーフスタッフであった。サマルスキーは、ドイツの物学者のグスタフ・ローゼ及びハインリ・ヒローゼの兄弟に対して、研究のため鉱物標本の利用許可を与えた。八百四十七年にハインリ・ヒローゼは、サマルスキーへの県名としてその鉱物を、サマルスキー氏、サメスカイト、Y、CE、U、 FE, NB, TA, TIO と命名した。1879年にフランスの科学者であるポール・ボア・ボードランはパリでサマルスキー医師からサマリウムを酸化物や水酸化物の形で単理し、強い吸収線スペクトルによってそれが新しい元素であることを確認した。サマリウムを含むいくつかの軌道類元素の発見は19世紀後半に 複数の科学者によって発表されたが、ほとんどの情報源において、ボアボード欄を一番初めの発見者としている。例えば1878年に、スイスの科学者であるマルク・ドラフォンテーヌによって、新しい元素として、ディシピアム、ラテン語で当てにならない、紛らわしいを意味する、デキピエンスに由来するが発表されたが、1880年後半から1881年にかけてそれが、 ボアボードランが発見したサマリウムを含むいくつかの元素の根物であることが証明されている。また、ボアボードランが単理したサマリウムも純粋なものではなく、相当量のユーロピウムが含まれていたことも判明しており、純粋なサマリウムは、ユーロピウムの発見者であるジェーヌ・ドマルセイによって1901年に得られた。ボアボードランはこの新しい元素をサマリアと呼んだが、後に、 他の元素の命名則に合わせてサマリウムとなり、サマリアという名称はジルコニアやアルミナ、セリア、ホルミアなどのように酸化サマリウムを研究するための名称としてしばしば利用されている。サマリウムの元素記号としては SM が提案されたが、1920年代頃までは差が多用されていた。サマリウムの名称は鉱石の発見者である サマルスキーの名前が元素名の由来となっており、サマルスキーは人物名が元素名の由来となった初めての人物である。1950年代にイオン交換による分離技術が出現する以前には純粋な形でのサマリウムの商業適用とは存在しなかった。しかしネオジムの分別結晶化生成の副産物として生じるサマリウムとかドリウムの 混合物は、それを製造していた会社にちなんで、リンゼイミックス、と名付けられ、初期の原子炉のいくつかで、各制御棒として使用された。今日では、これに類似した製品は、サマリウムマイナスユーロピウムマイナスガドリニウム、セグと呼ばれている。それはバストネサイト、もしくはモナズイシから分離される、ランタノイドの混合物から溶媒中法によって、製造される。 ランタノイドはより重いものほど溶媒との親和性が高いため、それらは比較的少量の溶媒で容易に抽出される。バストネサイトを処理するすべての機取類製造者が元の鉱石のわずか1から2%を占めるに過ぎないセグの各構成元素をさらに分離するために十分な規模の設備を持つわけではなく、そのような生産者は専門的な処理業者に売却する目的でセグを 製造している。ゼグからは、蛍光体メーカーが利用する高価なユーロピウムが回収できる。2012年現在サマリウムは供給過剰であり、酸化サマリウムの価格は、鉱石中に含まれるサマリウムの相対的な存在量から予測されるよりも安価に供給されている。サマリウムは、地殻中において40番目に多く含まれる元素であり、その濃度は、 平均およそ 8ppm、100万分の1である。その存在量は、ランタノイドの中では5番目であり、鈴のような元素よりもありふれた元素である。土壌中のサマリウム濃度は2から 22ppm であり、海水中の濃度は0.5から 0.8ppt、1兆分の1である。環境中のサマリウムの移動はその科学的状態に強く依存し、非常に 不均一である。土壌中においてサマリウムは、砂粒子の表面に付着しやすく、感激水。土壌中において、砂の粒子の間で保持される水中のサマリウム濃度と、比較して200倍以上も高く、粘土質な土壌においては1000倍に及ぶ。サマリウムの単体は、自然には産出しないが、他の軌道類元素と同様に、モナズイ石や、バストネーサイト、ガドリニーシ、 サマルスキー石など多くの鉱物中に含まれる。サマリウム源として商業的に利用されるものの大部分はモナズ石及びバストネサイトであり、モナズ石中のサマリウム濃度は最高2.8%である。サマリウムの埋蔵量は全世界でおよそ200万トンと推定されており、それらの大部分は中国、アメリカ合衆国、ブラジル、インド、スリランカ及び オーストラリアに存在している。2001年頃のサマリウムの年間生産量は、酸化サマリウムとしておよそ700トン。サマリウムの原料となる軌土類鉱石の2014年の生産量は中国が最も大規模で、年間9万5000トンであった。それに、アメリカの7000トン、インドの3000トン、オーストラリア及び、ロシアの2500トン、タイの1100トンと続いており、 その他、マレーシアやベトナムでも小規模な生産が行われている。2012年における酸化サマリウムのキロ単価は62ドルであり、ランタノイド酸化物の中でもセリウム、ランタンに次いで安価な元素である。サマリウムをおよそ1%が暗有する、気度類元素混合物である、ミッシュメタルが長い間利用されてきたのに対して、比較的純粋なサマリウムは、イオン交換法や、 溶媒抽出法、電気化学的積出法などによって、近年管理されるようになったばかりである。金属サマリウムは、しばしば塩化サマリウム、い,いよ塩化ナトリウムもしくは塩化カルシウムと共に、溶融樹を電解することによって得られる。サマリウムはまた、酸化サマリウムを金属ランタンで還元させることによっても得られる。この生成物にはランタンが含まれるため、 サマリウムの沸点が1794、ランタンの沸点が3464であることを利用して上流によって分離される。サマリウム -151 はウランの各分裂反応によって生成され、その生成割合は全分裂反応のうちのおよそ0.4%である。それはまたサマリウム -149 の中性子捕獲によっても生成され、 原子炉の制御棒に加えられる。そのため、サマリウム -151 は、使用済み核燃料及び放射性廃棄物に含まれる。サマリウムの最も重要な用途の一つは、サマリウムコバルト磁石であり、それはスマコもしくはスマコの素性を持つ、金属間化合物である。フェライト磁石の1000倍の磁力を有しネオジム磁石に、ついで強力な磁石として利用される。 ネオジム磁石の方が価格が安く、性能も良いが、ネオジム磁石のキュリー温度、磁性がなくなる温度が00から400であるのに、対して、サマリウムコバルト磁石のキュリー温度は、約700と高いため、高温で使用する用途などで使われている。またサマリウムコバルト磁石は、コンピューターのハードディスク、電気自動車やコンプレッサー用のモーター、永久磁石同期電動機、 音響機器のスピーカーやヘッドホン、携帯電話、スマートフォン、風力発電等の幅広い用途でも使用されている。サマリウム及びその化合物のもう一つの重要な用途は触媒及び主役である。サマリウム触媒は、ポリエンカビフェニル、PCBS のような汚染物質を脱塩素化して分解したり、エタノールの脱水及び脱水素化反応を促進したりする。 トリフルオロメタンスルホナトサマリウム、SM、シエフェソ、SM、オティフは、ハロゲンを促進剤とするアルケンのフリーデルクラフツ反応によって、最も効果的な類子酸触媒の一つである。サマリウムに要素を作用させて得られるようか、サマリウム、E、SMI は、一般的な還元剤として用いられる。例えばのような有機合成における、カップリング試薬や緩化反応、 ダニシェフスキー、ホルトンなどによるタキソール全合成、バルビエ反応、その他などが挙げられる。通常、酸化物の形でサマリウムは、赤外線の吸収を増加させるために、陶器やガラスに添加される。また、ミッシュメタルの非主要な構成元素として、ライターやトーチランプを添加するためのヒ打ちチーシ用いられる。その他、酸化サマリウムから作られるセラミックス材料は、 電子材料として、コンデンサーや有電体に用いられるほか、自動車の排気ガス浄化用等、触媒の材料としても注目されている。放射性同位体の SM は46.3時間の半減期で、β 粒子を放出する β 放射体である。それは、肺がん、前立腺がん、乳がん及び骨肉種において、癌細胞を殺すのに用いられる。この目的のため、SM は、 エチレンジアミンテトラメチレンホスホン酸、エトンプとキレート削体を形成させて、静脈注射される。SM をキレート化することによって、放射性サマリウムが体内に蓄積して過剰に被爆することで新たな、癌細胞が発生するのを防ぐことができる。対応する薬は、およびその登録商標である、クアドラメットを含む複数の名称を有している。 SM は中性子捕獲によって4万千バーンという高い衝突断面積を有しているため原子炉の制御棒に用いられる。ウ素やカドミウムといった他の競合する材料に対する利点は SM の核融合及び核崩壊性生物の大部分が良好な中性子吸収剤であるサマリウムの他の同位体であり中性子の吸収が安定しているという点にある。例えば SM の衝突弾面積は15000バーン。SMSM 及び SM の衝突弾面積は3桁オーダーであり、各同位体の混合物である自然中のサマリウムの衝突弾面積は6800バーンである。原子炉中の崩壊性生物である SM は原子炉の設計と運用において G に次いで2番目に重要であると考えられている。 サマリウムをドープしたフッカカルシウムは初期の個体レーザーの一つにおいて濃度を倍質として用いられ、それは1960年代初期に IBM 研究所で色素レーザーの共同開発者であるピーター・ソローンおよびミレク・スティーブンソンによって設計、製造された。このサマリウムレーザーは波長708.5ナノメートルの赤色光を放った。それは 液体ヘリウムによって冷却する必要があったため実用的な用途が見つけられなかった。もう一つのサマリウムを用いたレーザーは10ナノメートルよりも短い波長で動作する初めての飽話となった。それは波長7.3ナノメートル及び6.8ナノメートルでパルス幅50ピコ秒のレーザーを発し、ホログラフィー、生物資料の高分解能顕微鏡法、デフレクトメトリ、 干渉法及び閉じ込め核融合や天文物理学に関連した高密度プラズマの X 線つまみなどの用途に適している。飽和動作は取り売る最大のエネルギーがレーザー媒体から取り出されることを意味しており、その結果 3MJ の高ピークエネルギーを示す。濃度媒質はサマリウム被覆ガラスに波長1.05マイクロメートル以上を照射することで生成する。 サマリウムプラズマである。硫化サマリウム、SMS やセレンカ、サマリウム、スムーズなどのサマリウムのモノカルコンゲナイドは圧力変化に伴って電気抵抗が変化する性質を有しているため圧力センサーやメモリデバイスに用いることが可能でありそのようなデバイスは商業的に開発されている。硫化サマリウムはまたおよそ百五十の穏やかな加熱に伴って電圧を生じるため 熱源変換素子として利用することもできる。サマリウムとネオジムの同位体元素、SM、ND 及び ND のそれぞれの相対濃度比の分析によって、岩石や隕石の年代を測定することができる。サマリウムとネオジムは共にランタノイドであり類似した理化学的特性を有している。そのため、これら年代決定の目印となる元素が、 地質学的なプロセスに影響を受けて分離されるようなことがなか、分離されたとしても十分な知見があり、関連元素の四半径からモデル化することが可能である。金属サマリウムは人体内における生物学的な役割を持たない。サマリウム塩類は代謝を促進するが、それが純粋にサマリウムの影響であるのか、もしくは共存する他の軌道類元素の影響なのかは筆。 ある。成人の体内に含まれるサマリウムの総量はおよそ50マイクログラムであり、その大部分は肝臓及び腎臓に存在しており、血液中に溶存しているサマリウム濃度はおよそ8マイクログラム L である。植物はサマリウムを吸収せず測定可能な濃度にまで蓄積されることがないため、サマリウムは通常人間の食事には含まれない。しかしながら、 少数の植物や野菜は最大 1ppm のサマリウムを含む濃性がある。サマリウムの不要性塩類は非毒性であり、妖怪性のものはわずかに毒性を示す。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。